今からすぐ実践できる夏の節電術を専門家の方に徹底解説していただきます。問題です。冷蔵庫はぎゅうぎゅうにした方が節電につながるって嘘本当？皆さん分かりますか？この夏の関心事の一つといえば節電ではないでしょうか。家計を苦しめる電気料金の値上がり、さらに先日東京エリアの電力需給が増加している影響で、道内には初めて需給逼迫準備情報が出されました。そこで視聴者の皆さんにご家庭の節電方法についてアンケートを実施、1700件以上の投稿をお寄せいただきました。今日は節電に詳しい専門家のご意見も交えて夏の節電特集をお送りします。プロに聞く夏の節電嘘本当。スタジオにはさまざまなメディアにもご出演、節約に関する書籍も出していらっしゃいます節約アドバイザーの和田由紀さんにお越しいただいています。和田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてテレビの前の皆さんから1700件以上もの投稿をいただきまして、皆さんがやってらっしゃる節約術というのをお寄せいただいたんですよね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、皆さんさまざま工夫をされているわけですけれども、それが間違っていたらもったいないっていうものですから、一つ一つご紹介いただきながら、先生からアドバイスをいただくという形で今日はお送りしていきたいと思います。まずは札幌市の60代の男性からいただきましたが、冷蔵庫に関してですね、冷蔵庫は食材を多く入れて隙間を少なくしていますという方なんですね。まあ、びっしり入れてますよっていう方なんですけれども、これは白井和之さん、正しいか節電としては間違っているか、どちらだと思いますか？札を上げてお答えください。バツ。自信がありそうな表情。なぜだと思いますか？いや、 やっぱり食材がたくさんある方が電気はたくさん使いそうな気がしますよね。なるほど、自信満々でございますね。満々です。はい、和田さん、いかがでしょうか？はい、こちらは残念ながら×ですね。そうですよね、白井さん正解という。私は正解ですね。白井さんは正解。私が×かと思いました。これははい、こちらはですね、物をたくさん詰め込んでしまうと冷蔵庫の中の冷気の循環が悪くなってしまって余計な電力を使うんですね。でなので詰め込んでしまった場合と半分にした場合比較すると年間で約1180円の節約になります。実際でも本当は詰め込みすぎるとなんかジュースなんかもあれちょっとぬるいかなと思う時ありますもんね。そうですね、はい、冷気が行き渡らなくなっちゃうということですね。あと冷蔵庫にはつまみがあって、はい、温度調整ができる強中弱ってあるじゃないですか。 あの操作も変わるもんなんですか？はい、あれもかなり変わりまして、たくさんぎゅうぎゅう詰め込んでなければ、まあ、そんな強で冷やさなくても大丈夫です。ですので、まあ、強から中にした場合ですと年間で約1670円の節約になりますね。結構大きいですよね。ですから合わせると3000円近くなるっていうこと。でも和田さん、でも北海道も最近夏は本当に暑いんですけど、なんとなく冷蔵庫も中とかにしてもいいんです、大丈夫なんですか？やっぱぎゅうぎゅう詰め込んでしまうとちょっと冷えないかもしれないんですけれど、まあ、先ほどお話した通り物を詰め込みすぎると、まあ、余計に電力も消費しますし、また強じゃないと冷えなくなっちゃうということになりますので、はい、なのでゆとりを持ってで中にするという感じです。だったら大丈夫ってこと？はい、そうですね。白井さん、さっき自信満々だったんでもう一つ聞きたいんですけれども、はい、冷凍庫に関しては冷蔵庫と同じように物は少ない方がいいと思いますか？いや、冷凍庫は違いますよ。冷凍庫はぎゅうぎゅうの方がいいに決まってるじゃないですか。皆さん、なんで引っかからないんですか？引っかかってくださいよ、ここは。なかなか完全に当てに来てます。当てに来てますよ。和田さん、改めて冷凍庫に関してはいかがでしょうか？そうですね、はい、冷凍室の方はやっぱりぎゅうぎゅうに入ってた方がいいですね。はい、間違えましょうよ、一回ぐらいも。そうですね、無駄に空間が空いてない方が冷気が逃げにくいですし、またこう中に入っているものが凍っていることによってお互いに冷やし合っているような状態になりますね。で、もしですね、こう隙間が空いてしまっているという場合には、まあ、例えばペットボトルに水を入れたりして、でそれで隙間を埋めてもいいかなと思います。で、まあ、今年の夏はちょっと電力が逼迫している影響もありますので、万が一の停電に備えても冷凍室に大きな氷があると安心ですよね。冷蔵庫止まっちゃった時用に少しでも、はい、冷たさを維持できるようにってことですか？そうですね、そういう備えとしても、まあ、冷凍庫たくさん入れておいた方がいいかなと思います。では改めてですが、はい、冷蔵庫は
すっきり、はいはい、冷凍庫はぎっしりですね、はい、これを覚えておいてください、はい。さて続いてそちらの下でご紹介しましょう。室蘭の40代の女性からいただきました。ありがとうございます。冷蔵庫に関してなんですが、ビニールを貼って扉を開けている時も冷気を逃がさないようにしてますよという、うん、節約術をいただいたんですが、これに関して村雨さん、はい、この節約術はありかなしかどちらだと思いますか。これはもちろん冷気は逃げない方がいいと思いますし、うん、実際にそういう商品もあるのでありますよね。丸だと思います。はい、先生いかがでしょうか。はい、これ罰ではないんですけど、ちょっと三角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 三すいません、ですね、この冷蔵庫の中にこのカーテンをつけることによってちょっと取り出すのに時間がかかってしまったりとかすると逆効果になる可能性があるんですね。で、あとですね、冷蔵室の場合は奥の方に冷気の吹き出し口があります。で、そうするとこの冷蔵庫のドア側の方まで冷気が行き渡らなくなる可能性があるんですね。今これ奥のところちょっと吹き出し口がありますので境目を作ってしまうことになるんですね。そうですね。で、そうすると例えばドアポケットの方にまあ、飲みかけの牛乳だったりとか卵だったりとか入ってるとちょっと傷みやすくなっちゃう可能性もありますので、もしお使いになる場合にはこれ十分注意していただかないとということですね。はい、使う時のポイントをまとめてあります。こちらの2つですが、すぐに物が取り出せるように整理整頓をしておくこと、そしてドアポケットには傷みやすいものは入れない方がいい。ビニールカーテンを使用するときはこの2つを注意してください。さて和田さん、今回この冷蔵庫に関する節電につながるちょっとしたこうアイディアというかテクニックということで一つご紹介いただけているということですが、はい、こちらも結構重要なんですけれど、冷蔵庫をですね、壁とか家具とかにぴったりくっつけてしまうと、冷気のこの冷気じゃないですね、中を冷やすために外側に放熱をしているんですけれど、その放熱が妨げられてしまいます。ですのでこのように冷蔵庫があったらこの壁とかからちょっと離すことと、あと上に物を置かない方がいいというふうに言われています。で、ただ冷蔵庫の種類によってはこう壁にぴったりくっつけても大丈夫なものがあったりとかしますので、まあ、こちらはちょっと取扱説明書とかでご確認いただくといいかなと思います。上に物を置くのも同じ理由なんですか。そうですね、上から放熱しているものですと上に物を置いちゃダメなんですが、小さい冷蔵庫だとこう上に電子レンジ乗せたりとか結構しますので、はい、で乗せられるタイプのものもあります。でも一般的なファミリーサイズの大きな冷蔵庫は上に物を乗せちゃいけないことになってますので、はい、ご確認いただければ、はいはい、そのあたりも取扱説明書には載っているということですもんね、はい、そうですね、はい、ぜひ確認してください、はい、ところで皆さん、ご家庭で使っている電力でこう一番電力消費しているものって何かってなんとなくイメージ湧きますか。これテレビでないことだけはお願いしたいな。そう言われてしまうとね、節電って言われるとちょっと困りますね、はい、ランキングがありますのでこちらご覧ください。エアコン、エアコンだと思いますか。これエアコンは白井さん、これ今出ているのは北海道のランキングなんですが、あれ東京など本州では和田さん1位は、そうですね、1位は夏の間はエアコンですね、なるんですね、使う量が違いますもんね。そうなんです。北海道の場合はこのランキングです。5位炊事、4位にエアコン、3位テレビ DVD、 2位冷蔵庫、さあ1位は、1位はじゃあ照明蛍光灯です。和田さんいかがでしょうか。はい、正解、照明ですね。これボードに書いてあったんですよ、はい、今読んだんですね。だってみんな今日は正解しようとするんでしょうか。当てる気が強い。さてこの照明に関してなんですが、このようなご意見をいただいていますのでご覧いただきましょう。旭川市の40代の男性です。蛍光灯に関して2つある電球のうち1つの蛍光灯を外していますよという方がいらっしゃいましたが、これに関しては福永さん、丸か×か、どのようにお考えでしょうか。蛍光灯間引くってことですね。間引くってことですね。いや、これはね、三角でお願いしたいな。ここは三角でお願いしますよ。当てに来てます。絶対三角ですよ、これ。絶対三角だ、これは。和田さん、和田さんと言ったら三角でしょ。なんで分かったんですか。これは三角だ、これは三角だ、やっぱり。ひどいメインキャスター。
三角。今日容赦ないですか。容赦ない。なぜ三角だと思いますか。なんか三角って言ってみたかったあるんですけど。理由はないです。理由はなんで、なんですか。なんでですか。はい、これかなりバツ寄りの三角なんですけれど。あ、そんなのもあるんですか。バツ寄りの三角。はい、これ蛍光灯の器具の種類によっても違うんですが、間引いても節電にならなかったり、逆に電力をたくさん消費するタイプのものもあります。そういうのもある。はい、で、間引いてですね、電力が少なくなるタイプのものでもちょっと安全面で問題があったりとか、はい、そういう場合もありますので、あんまり間引いて使うのは推奨できないですね。例えば今ちょっとこうイラストにありますが、こういう蛍光灯の場合2本つけてこそ意味があるというか、1本外しちゃうとちょっと安全面にも問題があるということですか。そうですね、はい、なのでメーカーとかもあんまり推奨はしてないですね。もともと2本つけるために設計されているものですね、はい、そうしたら照明に関してはどう節約していったらいいのかっていうところですよね。無理やり消していくわけにもいかないですからねいかがでしょうか。はい、やはりですね、照明はLED に交換するのがやっぱ一番ベストかなと思います。はい、もし電球の場合ですと、白熱電球と比較するとですね、年間で約2430円ぐらい節約になるという、うん、これって家の電球を全部変えた場合の総合的な。違います、電球1個だけで年間でこんなに変わるんですか。1個だけでこんなに変わるんですか。はい、これ大体ですね、1日 5.5 時間ぐらい点灯した場合で試算してるんですけれど、白熱電球1球と LED1 球で、まあ、年間これだけ。じゃあ LED 電球の方が多分価格的には高いかもしれないですけど、この節約を考えたら、はい、こっちの方がお得ってこと。そうですね、圧倒的にお得だと思います。そうなんですよね、はい、これはちょっと知らなかったですよね。そんなに1個の電球で変わるの。1個で2430円ということになるんですね、はい。さて、ここで皆さんが1日に1回は必ず使ってるであろう電子レンジに関してちょっとこんなクイズを用意しました。ご覧いただきましょう。冷凍ご飯を電子レンジで効率よく温めるのはどっちの形がいいですかっていうクイズなんですよね。なんだこれは三角言えないんだろう。いいか、いいかです。 A が平たい四角、 B は平たいんですが丸型、うん、これってどうでしょうか。白井さん、ちょっとお答えいただきたい。まあ、私の場合は性格が丸いので丸にしておきます。そんな理由でいいんですか。村雨さんはいかがですか。あんまり考えたことないです。じゃあ私 A にします。 A 四角。四角にします。まあ、それぞれ理由はそんなになさそうな感じがします。正解は和田さんどちらでしょうか。はい、これは B の平たい丸型の方が正解です、ね、丸型、白石さんが正解、はい、でもあれじゃない、電子レンジの中のあのお皿って丸型ですよね。あ、そうですね。それと関係してるんですか。若干関係してるんですけれど、丸い形の方が加熱ムラが少なく済むんですね。そうなんですね、はい。これはなぜそうなのかというのを、上智大学の堀越教授という方にお話を伺いました。電子レンジで温めるときはこうマイクロ波というものを使うんですけれども、マイクロ波は食べ物に当たると屈折するんですよね。折れ曲がりながら進み加熱をするんですね。で、角がある食べ物の場合、屈折によってマイクロ波が角に集中しやすくなりまして、ここだけが加熱されていくことになります。一方で丸い形の場合だと角がありませんので、屈折しても一箇所に集中することはありません、うん、ですので加熱ムラが少なくなります。加熱ムラが少ないということは効率よく温められる、うん、温める時間が短くなるということは節電につながるということなんです、ね、じゃあご飯とか冷凍するときはちょっと丸型にして冷凍した方がいいと思いますか。そうですね、そういうことです、はい、ういうことで食器の形ではなく食材そのものの形が丸い方がいいっていうことですか。そうですね、なんか野菜とか切ったりするときとかも角があるものよりもやっぱり丸いものの方がまんべんなく加熱されるということです。そうか、じゃあ冷凍うどんは割と四角が多いから無理やり丸く丸くして保存した方がいいですそんなわけないじゃないですか冷静ですよ、冷静ですさて続いても皆さんからいただいた投稿をもとにお伝えをします。苫小牧からいただきました50代の方です。家電の充電などは夜中に行う、これは電気料金が夜の方が安いんじゃないかということでこの方はされていると思うんですが、これに関してはいかがでしょうか。これはですね、一般的な契約内容だと時間帯で電気料金は変わりません。はい、なので、オール電化とかスマート電化のプランとかそういったものですと夜中に安いというものはあるんですけれど、まあ、普通のご契約をされている場合は時間帯ごとに電気料金は変わりませんので、まあ、夜中にしても別に節約にはならないかなと、はい、
じゃあこのご意見くださったこの方はきっとじゃあなんかそういう契約かなんかあったのかもしれない。そうですよね、はいはい、なので皆さんもまあ契約状況をちょっと確認してということになります、はい、節約アドバイザーの和田さんにお話を伺っていますが、その和田さんがおすすめするちょっと節電につながるようなグッズ、ものをですねちょっとご紹介したいと思っておりまして、はい、取材に行ってまいりました。ご覧ください。これで節電エコ商品というコーナーが設けられています。札幌市内のホームセンターに来ています。いわゆるひんやりグッズというものが売られているんですけれども、ただ単に涼しくなりたいっていうだけではなくて、例えばエアコンなどを使ってらっしゃる方もその設定温度を上げた上でこれを使うことで快適に過ごしたいという、その節電につなげるために買われていく方も多いということなんですよね。どういったものが売られているのかといいますと、例えばこのシャツクールというものは服に吹きかけてひんやり感は持続するというもの、さらには夜寝るときにはこのクールアイス枕というものですよね、こういったもので夜も快適に過ごしたいという方、他にはどんなものがあるんでしょうか。宮崎さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。やっぱりこういう節電につながるものっていうのは問い合わせ多いですか。はい、大変多くのお問い合わせをいただいております。そうなんですね。でそういった中でどういったものの売れ行きがいいんでしょうか。はい、ご紹介したいのがエコキーパーといった商品になります。エコキーパーというのは、これはなんかどういった仕組みなんですか。はい、エコキーパーはご家庭でご使用していただいている電気機器の電源プラグをこちらに差し込んでいただきまして、コンセントをこちらに差していただきます。そうするとこちらのモニターの方に電気料金だったり使用している電力量というのが表示される商品となっております。例えばご自宅にある扇風機などの電源プラグをこのエコキーパーに挿して使ってみると、現在の消費電力が数値として確認できます。しかも表示を変えると、うん、なんと電気料金そのものも知ることができるんですよね。これをつけるだけで節電につながるっていうわけではなくて、そういった電気料金などを目で見て確認することで私たちの節電意識につながるっていうことなんですね、うん、はい、そういった商品となっております。なるほど。他には何がおすすめですか。はい、次にご紹介したいのがサーキュレーターとなっております。サーキュレーター、あ、いわゆるだからエアコンなどを使ってらっしゃる方も増えてますから、冷たい空気を一箇所に固めずに部屋にこう循環させることでより快適に過ごすっていうものなんですね。これだけ種類があるとなかなか選ぶのも難しいですよね。はい、まず最初にご紹介したいのがこちらのサーキュレーターになりまして、 3D のランダム送風機能がついております。 3D ランダム送風、上下左右に自動で首振りいたしますので、はい、より多く風を広いお部屋にも飛ばすことができる、そういった商品になっております。さらに省エネに役立つ商品があるんです。あ、これ以上に。はい、あ、なるほど。それはこちらですね。はい、こちらのサーキュレーターは DC モーターを搭載したサーキュレーターとなっております。動きとか形としては今ご紹介したものとあまり変わらない感じですよね。何が違うんですか。DC モーターを搭載しているサーキュレーターは省エネ性が高く、静音でかつ細かい風量調節ができるサーキュレーターとなっております。中に入っているモーターが違うと。こちらをご覧いただきたいんですけれども、同等の商品と比較してみますと DC モーターを搭載しているサーキュレーターの方が約3割程度電気代をカットすることができます。あ、なるほど。じゃあ節電のためにこのサーキュレーターを使っているけれども、このサーキュレーター自体の電気代も節約できるっていうことなんですね、この DC モーターなんだ。はい、あ、ダブルで節電というイメージ。はい、なるほど。スタジオの和田さんによりますと、まあ、お家の中で一番電力を消費するのが照明だと。ただこれに関して言うと、まあ、必要不可欠なものですから、ここを節約節電につなげるってなかなか難しいかなと思うんですけど、おすすめのものがあるんですよね。はい、次にご紹介したいのが、はい、人感センサー付き LED 電球となっております。 LED 電球っていうのはなんかいいっては聞くんですけど、人感センサーが付いてるってどういうことですか。はい、今私が手をかざしますと、はい、このように自動でついてくれます。電球の上の方にセンサーがついておりまして、人が通ったりしますと自動で電球がついてくれまして、一定時間経ちますと自動で電球が消えてくれる、そういった商品となっております。自動で消えてくれるから、いわゆる消し忘れを防いでくれて、それで節電につながるってことなんですね。はい、
今日も暑いですけれども、夜寝るときもエアコンや扇風機などうまく節電しながら快適に過ごしたいって思いますよね。これ寝具売り場にやってきたんですけれども、ここにちょっと面白い商品があるんですよね。はい、次にご紹介するのが DCM 冷感ジェルマットとなっております。ジェルマットっていうものなんです。これどういったものなんですか？はい、こちら実際に触ってみていただいてもよろしいですか？ありがとうございます。ちょっと失礼します。おお、冷たい。あ、いいですね。手の熱が逃げていく感じが、ひんやり感があります。これ冷蔵庫で冷やしてるんですか？こちらは、冷蔵が不要でして、はい、そのまま、枕やシーツに敷いていただいてご使用いただきますと、自然なひんやり感が味わえて寝苦しい夜も快適に過ごせそうな商品となっております。スタジオの皆さんにもそのジェルマットを持っていただいていますが、いかがでしょうか？これ冷やしてないんですね。冷やしてないですね。まあ、でもこう触った時冷たっていう感じではないんですよね。そうですよね。心地いい冷たさですね。心地いい、だから優しい冷たさでそれが持続するっていうことなので、今人気となっているということなんですね。これなんかあのワンちゃん飼ってる方なんかもいいんじゃないですか？この上にワンちゃんとかそうですよね、座ってもらったらきっといいんじゃない？でもワンちゃんそこからしばらく動かなくなるぐらい多分相当気持ちいい。気持ちいい、確かに。さて、まあ、こういったグッズを使いながらも節約をしていきたい、節電をしていきたいということなんですが、皆さんからの投稿に戻りたいと思います。これはやってらっしゃる方多いと思います。夏の節電というか、まあ、通年函館にお住まいの方なんですが、トイレの蓋を閉める、いわゆる温水洗浄便座、便座がこう温まるタイプの場合、蓋を閉めている方、これはやはりいいんですもんね。そうですね、これはもう丸ですね。丸ですもんね、はい、どれぐらい変わってくるものなんですか？はい、使わないときは蓋を閉めると年間で約940円の節約になります。やはり熱が無駄に逃げることを防ぐっていうことですもんね。はい、それに加えてですね、暖房便座の温度ですね、これも中から弱に変えた場合、年間で約710円の節約になります。はい、合わせると1500円以上ということ。夏の間は確かに弱でももういいかもしれないですよね。そうですね。はい、もう北海道の夏も本当に本州と変わらないような暑さにね、なってきましたけれども、そういった中でこんなデータがありまして、北海道のクーラーの保有率、これ去年のもの、2021年7月現在のものなんですが、42% と。意外にも結構進んでるんですね。そうなんですよね。やっぱり年々増えてきてるんだろうなというふうに思うんですが、このクーラー持ってらっしゃる方にこんな、ちょっと質問といいますか、ぶつけたいと思います。こちらです。エアコンの風量に関してなんですが、あの風の量って調整できますもんね、その風の量を微風、わずかな風にするか、それとも自動温度にこう合わせて、設定温度に合わせて風量を自動で調整してもらうか、これどっちの方が節電につながると思いますか？普段何気なく使ってらっしゃる方もいると思いますが、自信のある方どなたかお答えください。微風か自動か。はい、福永さん、これはもう任せるとか任せた方がいいですよ。自動やってくれる機械は頭がいいから。なるほど。でも微風ですから、もう本当に微妙な、微妙の微じゃないか、わずかな、かすかな、わずかな、わずかな風の方が電力少なくて済むんじゃないですか？微風です。いやいやいや、自動です。いいですね、今日はなんか議論が、薄っぺらい議論が白熱してる感じがありますが、どちらでしょうか？はい、こちらは自動ですね。自動ですね。ほら、自動だ。自動が正解です。はい、なぜでしょうか？はい、あのエアコンは設定温度になるまでの間がすごく消費電力が大きくなるんですね。でなので、もし微風にしている場合だと、なかなか設定温度になる時間がかかってしまって、逆に電力を余計に使ってしまうということです。で自動にしていると、まあ、あの勝手に冷えるまでの間は強風とかで冷やしてくれて、で設定温度に至ったら微風などに切り替わってくれるので、一番無駄がない運転になるということですね。そういうことです。じゃあなんで微風って機能があるんだったの？ちょっと使いたい時のために、まあ、風強く受けるのが嫌いな方だったら、まあしょうがないかなという感じだと思うんですけど、はい、そうですね、はい、まあ、あの自動にすれば、まあ、節電につながるっていうことなんですよね。そしてもう一つ、これは私ちょっと知らなかったんですけれども、先生と打ち合わせをしている時に、って思ったのが、あの冷房を使っている方で、あの夏の間節電をするためにですよ、節電をするために冷房機能ではなくて除湿機能、このムシムシするのだけを取ろうかな、我慢してっていう方もいらっしゃると思うんです。それがなくなるだけでも違うって言いますもんね。そうですよね。でそっちの方が僕は節電につながると思ってたんです。た
ただ違うんですよね。はい、エアコンはですね、除湿運転の方が逆に冷房よりも電気代が高くなる場合もあります。あらま、機種によってちょっと違うんですけれど、でまたですね、除湿できる量も除湿よりも冷房運転の方がたくさん取れるんですね。あ、そうなんですか。たくさん除湿できるのは冷房なんですよ。はい、なんで除湿って機能があるの？除湿の機能は、まあ、涼しい、寒いんだけれど湿気が多い時とかに使っていただく機能ですね。だから、はい、逆に寒い時期に使うのが除湿で、暑い時は冷房の方がカラッとしますよっていう。そうですね、はい、冷房運転で設定温度を控えめにって、そういうことですよね、はい。まあ、もちろん本当に暑い時期に差し掛かってますので、節電節電ってなってこう体に無理をすることだけは避けていただきたいと思うんですけれども、まあ、無理のない範囲で賢く節電する術というのはいかがでしょうか。皆さんお分かりいただけましたでしょうか。まあね、すぐにやろうと思ったら全部できそうですしね、涼しくなりたかったらね、滑ったギャグを聞いたらいいですね。まあ、どうせこういうのつけてれば私じゃないですよ。私は知りません、知りません。ということで、和田さん、最後に何かアドバイスなどありますでしょうか。はい、今年の夏暑いと思いますので、無理なく節電していただければと思います。はい、ということで、ここまで、節約アドバイザーの和田由紀さんにお話を伺いました。和田さん、分かりやすく説明していただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。